は、ゆふなつきです。今日は私の住んでる町のブルージュをちょっと町ぶらして紹介しようと思います。それでは行ってきます。今日は珍しく晴れてますいつもね、最近雨が多いので嬉しいです今日はちょっと寒いです息が白い。私が住んでる町は観光客がすごく多いです。今ちょっと町の中心の方に歩いて向かってます寒いちなみに今日のなんだっけ、アウターとマフラーはピネです。今日人が少ない気がする。何曜日だっけ、火曜日かな。見えるかなこのムッセルが有名です。徒歩圏内にスーパーがないんですけど、こういう感じでちっちゃいスーパーっぽい、コンビニっぽいお店はあります。はい、店内の様子はアフレコでお届けします。入り口から入ってドリンクと大体こんな感じのパンが置いてあります。隣にあるのはなんかパンを切る機械ですそしてこの辺りがサーモンが多いかな、スモークサーモンとかがあります。あとサラダですね。あとこの辺りはチーズとかソースですあとちょっとだけ野菜が置いてあります。はい、こちらも野菜ですね。結構袋入りのものが多いです。ちなみにあの大きいのはきゅうりです日本よりも結構太めかも。はい、こんな感じです。こちらはお肉類とかハムですね。はい、私の大好きなコーナーのアイスです。はい、たくさんありますちなみに私が一番好きなのはこのシリーズのアイスです。はい、こちらが調味料ですね。日本にないものが結構多い。こちらもソース類がやっぱり多いんですけど、たくさんあります。ちなみにお醤油はだいたいこんな感じでちょこっとだけ。そう、スーパーとかも基本的に日曜日はお休みです。中心地にやってきました。こんな感じです。これがブルッヘの鐘楼です。お家までね、この鐘の音がいつも聞こえます寒くて涙が出てきた。じゃあドラッグストア的なところに行ってこようかな。ちょっとお家の柔軟剤がなくなったので行ってきます。はい、店内はこんな感じです。シャンプーとコンディショナーだけでもたくさんあります。日本でもね、結構見たことあるメーカーもありました。はい、こちらはチョコレート屋さんと、ここは韓国でもよくあると思うんですけど、ダンキンドーナツです。はい、こちらは博物館です。まだでも行ったことないですはい、ザラです。最近移転して結構広くて新しい店内でした。商品は多分日本とそんなに変わらないんじゃないかなと思います。はい、はい、馬ですね。結構家の周り馬がたくさんいます。こちらはよく行くマクドナルドです。また紹介します。というわけで一番お気に入りのワッフル屋さんに来ました。
はい、また馬です。普通にね、車と馬が車道を走ってます、こっちは。はい、ここは前行ったチョコレート屋さんなんですけど、こちらもまた紹介します。はい、 H&M に来ました。 H&M ホームはちょっとお手頃価格で、すごく可愛いお皿とかリビング系のいろんなアイテムがたくさんあるので、よく来ます。こんな感じです。本当にね、たくさんあります。H&M でお買い物してきました。またこれは購入品紹介で撮ろうと思います。はい、こちらは雑貨屋さんなんですけど、キッチン用品だったりマットだったり、いろんな雑貨が置いてあります。インテリアとかもね、たくさんあります。こちらお皿ですね。お皿とかマグカップとかたくさんあります。はい、カゴもたくさんあります。ヨーロッパはペットに優しいので、店内によくワンちゃんがいます。一緒に入れるのはありがたいです。レストランとかにも普通にいます。ここは前行ったマカロン屋さんです。またここも Vlog 撮ります。よいしょ。夏はなんかこの船に乗って街が観光できるんですけど、今はやってないのかな。夏にね、一回ベルギー来た時に船乗りました。はい、ここもワッフル屋さんです。ここはハンバーガーとポテトかな。チョコレート屋さんです。で、カフェ、ここはワッフルとポテトのお店です。で、またチョコレート屋さんがあって、ここもチョコレート屋さんがあって、隣はワッフルです。チョコレートとワッフルがたくさんあります。というわけで、私の住んでる町のブルージュの紹介でした。いかがだったでしょうか。おすすめのワッフル屋さんとかチョコレート屋さんとかは、また後々細かい詳しい Vlog を上げていこうと思うので、また見てください。ちょっとね、今回広角のレンズを使ってるんですけど、すごくいい感じ。大丈夫かな、ちゃんと撮れてるかな、ちょっと不安なんですけど、見てくださってありがとうございました。バイバーイ。